天国風雲録は、原作、竜慶一郎、脚本、二教慎吾漫画、原哲夫による日本の漫画、月刊少年ジャンプにて、1997年5月号から2000年5月号まで、連載された。原は、高志の小説、影武者徳川家康を漫画化して、週刊少年ジャンプで連載したものの、打ち切りとなった。その後、 主人公を変更するとともに、バトル漫画として大幅にアレンジしたものが本作であり、刀の一撃で数十人の敵を倒す場面や、超能力に類する、必殺技、腹の過去作品、北斗の剣を思わせる奇妙な断末魔などが多数、登場する。石田三成から豊臣秀頼の安泰を託された、戦国の豪遊であり、義人、島左近が、 家臣の会の六郎や徳川家康の影武者である、セ良田二郎三郎元信と共に、真実を知り、日本を支配しようとする、徳川秀忠らの勢力と対決する。ここでは、左近戦国風雲録に登場する人物を、紹介する。祖先は、大陸からやってきた民。室町から、戦国期にかけ三人の天子氏の下で長峰、長方暗殺に従事した。 天腰滅亡と共に姿を消していた。羅折七人州パンチワールド版以降からは、影武者、徳川家康外伝左近戦国風雲録に、解題されている。ありがとうございます。